それでは時間になりましたのでこれからあの記者会見を始めたいと思いますがあの先月1月11日に台湾で行われました台湾総統選についてですねあの東京外国大学の小笠原先生にお話をお伺いしたいと思います先生にはですねあの4年前8年前と、まあ、続けて今回で3回目、えー、先生はあの台湾でもですね あの選挙の神様と呼ばれているぐらい非常に緻密なあのーー現地調査も踏まえられまして非常にあの性格の高い予測をされております先ほどお聞きしましたらあの今回はあの選挙前ですねサイ・エムさんの得票率57%と予測されたそうですけど実際の結果が57.1%と大変な <laughs> 精度を 示されたということで、えーえーまあ、あのこの非常に細かい分析を聞くだけで非常にあの勉強になると思うんですけど、まあ、今回、一緒に行われました立法院選挙を含めまして、台湾のこれからの政局の行方、あるいは中台関係の行方についてもお話をお伺いしてです、ね、まあ、最初に1時間ぐらいお話しいただいて、まあ、その後お質疑に移りたいと思いますそれでは小笠先生よろししくお願いいたします。 ご紹介いただきました小笠原です。着席して進めさせていただきます。本日はですね、台湾総統選挙、立法院選挙その結果をですね、あの分析してどんな選挙であったのか、どういう評価ができるのか、それをお話ししたいと思います。報告の構成としてはですね、このようにあの選挙結果の確認、選挙戦の流れ。 えそしてその選挙の構図ですねえそして実際に選挙区を訪問した中で聞いてきた現場の声まそういったことを紹介したいと思いますその上で今回の選挙の評価をですねえこういうものであるということを簡単にまとめてえそしてこれから4年間台湾の政局の名をに動いていくのかそしてさらには中台関係えそして最後に日本の役割にも少し触れて 講演を終えたいと思いますそれではまず選挙結果の確認ですあのもうご存知と思いますけれど1月11日行われた選挙でですね蔡英文現職の蔡英文総統が817万票というですね台湾の総統選挙始まって以来最も多い得票数を獲得しました得票率は57.1%あの 国民党の韓国有の方がですね、得票率38.6です。ですから、かなり差がついたということが分かると思います。大雑把に台湾のこの選挙のです、ね、数字なんですけれど、大雑把にですね、有権者数は1900万人、人口は2300万人ですけれど、有権者数は大雑把に1900万人、で、有効票数がですね、 1400万票で投票率が75%と、まあ、こういうふうにあの掴んでいただければその中で蔡英文さん800万票ということであのかなり取ったなということがあ分かると思います、まあ、一方、えーまあ、皆さんのお名前あのご承知,知かと思いますけれど、えー、ベテランのですね総祖さん今回はですねもうあの振るわずにですね4.3%という少ない投票率で投票率 終わったということです投票率についてですけれど今回ですね実は投票率予想よりも上がりましたこのグラフを見ていただければ分かるとおり2000年をピークにですね非常に台湾選挙に関心が高いと言われている台湾でも少しずつ投票率下がる傾向にあったんですねあの先進国の状況にまだんだん台湾も近づきつつあるんじゃないかと と言われていましたその中ででで4年前はですね投票率が大きく落ち込んだんだ、まあ,あの今回少し戻すだろうと、えー、70手前ぐらいまで戻すんじゃないかと言われてたんですけれど、まあ、蓋を開けてみるとですね75ぐらいまで、えー、かなり大きく戻したと、えー、これはですね後でも述べますけれどやはり今回の選挙、えー、台湾の行方を決める非常に大事な選挙だと,と多くの人がですね思ったからこそ 投票率が上がったとまあこういうふうにあの捉えていいと思います。さてそれではですねこの投票率も含めて踏まえまして実際にですねこの三回過去三回二千十二年からですね十六二十ときた三回の総統選挙で票がどのように動いたのかこれちょっと確認したいと思います。 これはですねあの得票率ではなくて得票数のグラフで、えー、全体がですね横の棒の長さがですね有権者数を表しています、まあ、ですからあの右端がですね、えー、少しずつ増えているのは有権者数が増えたからということですで左側の緑のところがですね蔡英文さんの得票数ということになりますけれど、まあ、2012年はですね 初めてて出馬して馬英級に負けけたわけですねその時から比べるとまず2016年票を伸ばしていますそして2020年また票を伸ばしていますこういうふうにあの票が伸びている一方国民党の方はですね2012年馬英九のところでこの時はですね馬英九再選ということになって国民党政権を維持したんですけれど2016年 えー、大きく票を減らしていることがわかりますでこの時はですね、えー、右側の灰色にあたる無効、えー、危険票がですね大きく増えたということが分かります。まあ国民党の票、えーまあ、がっくりとですね下がったわけですけれど、あのーえー、危険票もですねこの時増えてると。ということでこの時ですね国民党の 支持者の間あるいは国民党系の学者からはですね2016年は国民党が負けたというわけではないとこれはですね国民党の支持者が投票しなかったから国民党の票が減ったに過ぎないまあこういうようなあの分析をしていたんですところがですね今回見ていただいたら分かる通り投票率が上がりましたですから有効票数、えー、緑と青と、えー、オレンジを合わせたものがですね 大きく伸びているということがわかりますよね確かに国民党票数を伸ばしましたしかしです、ね、蔡英文も票数を伸ばしているわけですよですので結局その差が、えー、あまり縮まらなかったということでこの三回の選挙を見ますとです、ねえー、民進党の蔡英文は投票率が下がったときに票数を伸ばすこれ日本の選挙でもです、ね、これ非常に難しいことです 投票率が下がっている中で投票数を伸ばすこれは非常に難しいのをまず2016年にやったそして2020年今度は投票率が上がったでそこでまた票数も増やしたということになりますので、えー、これ国民党の選挙対策者からするとです、ね、あの相手の票の出方は非常に嫌だと、えー、逆に民進党の方からするとです、ね、これいい形で票が出ている。 というのがですね、今回の、えー、選挙を含めた過去3回の、えー、総統選挙の票の動き方ということになります。さて、それではですね、あの大ざっぱに、えー、じゃあ民進党の勢力って今どれぐらいなのかということをですね、えー、グラフで示したいと思います。これはですね、えー、民進党とそれ以外。 もう国民党も無所属も全部、ですねそれを民進党以外はそれ以外というふうにしたすごい大きなです、ね、くくりで、えー、表したものですけれど、えー、ご存知の通り最初の第こ回、これ離党期が圧勝しているわけですよね、そして離党期に反発して、えー、出た無所属の候補、まあ、それも民進党以外ということで入れると、えー、民進党です、ねまあ非常に、あのーえー、支持基盤が小さかったということが分かると思います。 そこからです、ね、2000年賃、まあ、水平の当選で2004年賃水平の再選でそのあと馬英九がです、ね、2回、えーまあ、国民党の票をもう一回戻してますけれど、えー、2016年からやはり民進党、えー、ということで、あのー、民進党2016年と20年今回、えー、2回にわたって、えー、過半数を 十分輪廻る。まあ、五十六パーセント、五十七パーセントという形で安定した票を得ているってことがまずこのグラフでわかります。しかもですね、この青の方の、えー、グラフはですね、民進党以外全部まとめているわけですよ。ですからあの先ほどもちょっと触れた総選挙というのもですね、この中に入っているし、えー、あるいはこの先ですね、あの第三勢力っていうことが出てくればここから出てくる可能性もあの十分ありますので、えー、そうしますとですね。 民進党、かなりこの,このグラフで,です、ね、見て、例えば57対43だと、この差、あるいはそんなに大きな差じゃないと思うかもしれませんけれど、実際、台湾の政治構造に当てはめてみると、結構安定したリードをです、ね、保っていると、固めたということが今回、言えると思います。さて、続いてです、ね、立法院選挙の方を見ていきたいと思います。 あの国会にあたるです、ねえー、立法院選挙、台湾の政治制度はです、ねえー、確かに総統という大統領がいるんですけれど、えー、これはあの比較政治学的に言いますと半分大統領の反大統領制と言われておりまして、えー、議会の過半数を持っていないとです、ね、やりたいことができない、えー、アメリカの大統領制とは違うで、えー、韓国やフランスの、えー、大統領制と近い。 そういういい特徴を持っています。ですから、陳水編がです、ね、以前相当、えー、に当選したんですけれど、議会で過半数を持っていませんでした、えー、ですからやりたい政策というのはです、ね、あの立法化というのはほとんどできずに終わったんですね、それに対して、えー、2016年、えー、民進党がです、ね、初めて、えー、議会の過半数を制す、こういう非常に大きなです、ね、台湾政治上の大きな動きがありました。 で前回がですね民進党のまあ歴史的勝利ということになって逆に言うと国民党はですね歴史的大敗ですでその数字がですね民進党は前回68議席国民党はですね35議席で台湾はですね立法院の定数113しかありませんのでまあこういうあの少ない数での争いということになりますで今回はですね民進党少し減らしましたで61議席です で国民党はですねあの3議席増やして38となりましたしたかしですね前回何しろ国民党の歴史的大敗それが35ですですから今回戻したといってもですねわずか3戻しただけですので、えー、基本的に国民党やはり大きな敗北、えー、であるということが言えますしかもですね、えー、今回、えー、この真ん中ちょっと見にくいんですけれど灰色のところがですね えー、無党席その他諸派なんですけれどここで6名が当選していますで6名のうち実は4名が民進党がですね選挙区で候補立てずに、えー、民進党が支援した候補なんですよ、まあ、ですから民進党とほぼ同じ、えー、それを足しますとですね民進党は 61+4 で実際は65議席握ってるんです。<laughs> えーまあ、こうなりますとですね、まあ、あの議会では十分な安定多数を得ていてあのこの先4年間ですねまず重要採決では全く心配がないという状況です。さて今見ていただいたのはですね立法院選挙の議席です。で次にですね立法院選挙の 選挙区の得票率を確認したいと思いますまあ、日本でも衆議院選挙を行えばですね議席と同時にですね、えー、まあ自民党得票率何パーセントだったのかとまあ、これをあの必ず分析するわけですけれど、えー、台湾もですねやはり選挙区でどうだったのかこれは非常にあの重要な両陣営のですね勢力を図る上で非常に重要ですでこの表で見ていただいてわかる通り2008年 あの馬英九のブームに乗って国民党が圧勝した時ですけれどこの小選挙区全部で小選挙区はですね73議席が配分されて73選挙区台湾の中で設置されていますでその中でですね国民党は53%民進党はですね38%、あのー、差はですね、まあ、大体1415ポイント とということなんですけれど、見かけそれほどすごい極端な差じゃないなと思うかもしれませんけれど小選挙区制ですから結局はですね平均で1%でも2%でも上回っていたら議席を大幅に取っちゃうわけですよね。それが2008年でした。で2012年、まあ、少し民進党詰めたんですけれどやはり国民党が上回っているから国民党が過半数を取った。 で2016年は今度は民進党がですねあの上回ったので民進党が過半数取ったさてそれで今回なんですけれど、えー、民進党はですね45.6%、まあ、国民党40%のところまで戻したと,ということで差は 5%5、えー、ポイント。 ということでここもですね見るとあの、ちょっと差、ずいぶん接近しているんじゃないかと思うかもしれませんけれど、まあ、ここの今、見ていただいているところがですね台湾の選挙委員会発表の公式の数字なんですけれど、その下がですね私が計算しているところなんですけれど、この民進党、先ほども言ったように、ですね、えー、選挙区では候補者を立てずにわざわざ、えー、無所属の候補ですね応援しているんです、これは、まあ、支持基盤を広げようというそういう意図によるものですけれど、それがですね、 合計すると、えー、この下のところにありますように緑系無他というところですけれど3.7あるんですねでそれの他かにまあちっちゃいです、ね、あの時代力量とかそれからあの緑陣営の諸派とかもありますけれど、まあ、それを除いたとしてもこの緑系無他の3.7っていうのは民進党と同じですからこれを足しますとですね民進党ほぼ49%になるんですよ。 で国民党の方はですねこういうふうにそのカウントできるのはですね1.5、えー、あるんですけれどそれを足してもですね42、えー、手前であるとそうしますとですねやはりあの民進党も49まで来てますので小選挙区でもう49ってことはもうほぼ、えー、過半数ですから、まあ、ですからあの過半数やっぱりあの議席の上でも上回ってるわけですね。このこののととを考えますとです、ね、選挙区で民進党優位の構造が、えー、今回も またた確認されたとつまり前回2016年の1回きりでしたらね、まあ、あの時なんかブームに乗って、えー、日本でもですね小沢チルドレンとか小泉チルドレンとかってことありましたけれど蔡英文チルドレンということでブームに乗っただけじゃないかと、まあ、あの言われたりするかもしれませんけれどこれやはり2回続けてしかもそのチルドレンというかですねあの初当選した人たち、あのー、今回やはり4年の間に基盤を固めてですねそれで再選されているわけです。 で今回落ちたあの民進党の議員はです、ね、やはりあの、まあ、実力が、えー、足らなかったので選挙区を固めるに至らなかったということですから、えー、逆に言うと当選した議員たちはです、ね、あのもう十分4年間で自分の地盤固めてるんですよね。そのことも考えますと、えー、4年後もです、ね、選挙区においては民進党優位の構造ということが言えます。 さて立法院の,です、ね、あの議席はです、ね、今見ていただいた選挙区のほかに原住民選挙区と比例区というのがあります。で原住民選挙区はです、ね、6議席配分されていてその内訳はです、ね、平地原住民それから産地原住民3議席ずつ配分されていて台湾全体で 1, 議席あの1選挙区となっています。まあ、ですから日本の以前の中選挙区、まあ、相当大きいですけれどね。 中選挙区制のような形で運営されていますで実はですねあの詳しい方はご存知と思いますけれど民進党はですね原住民の支持をなかなか得られないというのがこれまでの経緯でした、まあ、あのどうしてもですねこの原住民国民党ががっちり抑え込んできたという状況だったんです。ですからこのの台湾の選挙区制度が 2008年にですねあの整備されて小選挙区先ほども言ったように73の小選挙区と、えー、原住民6そして比例区34という今の形が2008年に採用されてからですね、えー、民進党が原住民の議席を持つのは難しいとこういうふうに言われてきました。で実際ですねあの民進党議席取れなかったんですけれどまず全会。 平地原住民のところで民進党の今回も当選した、えー、陳英さんがですね、えー、まず当選したと議席を確保そして今回も議席を守りましたそしてですねもっと難しいと言われていた産地原住民、えー、こちらもですね民進党が今回三位に滑り込みました、えー、民進党がですね、えー、原住民この両方の、えー、平地産地原住民の えー、議席をですから当初言われていた現住民6議席のうち国民統計がもう全部6取るんですよとこう言われていた構造ですね民進党があのだいぶ覆,いまし,覆いして、えー、2対4に持ち込んだと。ということは差はもう2議席ですからね、えー、この点でもですね民進党まずハンディをです、ね、消したということが言えます。 そして次3番目比例,区です、えー、比例区はですね34議席しかありません、まあ、ですので全体から言うとですねそんなに重要性が高いというわけではありませんただ比例区の議席を見ますとですね非常に奇妙な、えー、状況が発生していましてですね民進党と国民党がですね13議席ずつで並んでいますそして小政党の時代力量が3で今回、えーまあ、初名乗りを挙げた 台北市長のですね、カ・ブンテツが作った台湾民衆党というです、ね、政党が5議席、これで合計で34議席なんですけれど、これだけをです、ね、見ますと、あれと、民進党圧勝したんじゃないの、なんで比例区ではです、ね、国民党と民進党、並んでるのと思うかもしれません。で得票率で見ますとです、ね、この下がそうなんですけれど、民進党の得票率がほぼ34%。 国民党33.4ということでこれも並んでるんですよね。さてこれはどういうことかとあ,のあるいは新聞発表でですねこの数字だけを見られた方はですねこれ民進党勝ったと言えるのでしょうかとこういうふうに疑問を持たれた方もいらっしゃるかもしれません。しかしですねここはですねちょっとあの台湾政治の,あの状況をです、ね、見ていけばそんなにあの不思議なことではなくて実はですね 民進党のほかにいわゆる緑陣営というところで大きく取ってみますと、えー、今回ですね緑陣営の諸派、えー、小さい政党がですねこれいくつもあの比例区に名乗りを上げてるんですねあの時代力量前回も出ましたけれど今回も出ましたそれからですね、まあ、緑の党とかそれからあの新しく登場してきた台湾基進党 もともと、ね、ある大連とか、鎮水編が作った一辺一国党とか、えー、あるいは独立家のですね。団体であるキラク党とかですね。あるいは台湾維新とかですね。こういう、あのー、諸派がいくつも出ていまして、これらを合わせると、ほぼ十五パーセントなんですよ。で、これらの緑系の諸派の支持者は、総統選挙では最右部に入れてるんですよね。まあ、ですから、あのー、緑陣営は、比例区でもですね、四十九パーセントの。 支持持率を持っているとと一方国民統計あの大きく言うと青陣営ですよねで青陣営の方は国民党の他にはですね実は諸、ま、派、あ、あるんですけれどその多少とも票を取れるっていうのが実はもうあんまりなくてですね、まあ、新党とか安定力量とかです、ね、統一促進党とかですねこういうのを入れてもですね実は合わせても1.92%、まあ、ぐらいしかないと。 ですから、合わせても、えー、いわゆる青陣はですね35%、まあ、ですから韓国犬そこを母体にするとですね韓国セ、えー、38%ということでそんなに変わらないですよね。えー、そしてその他、まあ、これがあの台湾で言われる第三勢力、えー、その基盤ということになりますけれど今回登場した民衆党そして、新民党はですね今回5%を割って議席を失いました。 でその他はですねこれ全部合わせて、えーまあ、15.7これがですねいわゆる、えー、民進党でもない国民党でもないというその第三勢力を標榜する勢力の、まあ、基礎票ということになります。あの民衆党を作ったですねカブン市長の計算ではですねこれをもうちょっと増やしておきたかったと。 例えば20ぐらいまでいっていればですね次の選挙そこを踏み台に、えー、チャレンジできますからやっぱいろんな可能性あるんですけどやはりこの15.7ここが基礎票ということになりますと、えー、その政権をに狙うというにはですねやはり距離ができたかなと,というそういうあの評価にならざるを得ないですね。さてそれではですね民進党と国民党が並んだこの謎はどういうことなのか。 これはですね民衆党一番下の民衆党の数字にあります実は民衆党今回できたわけですから前回は4年前はないわけですよねで4年前はですね民進党はですね44%、えー、取っていますですから今回民進党はちょうど10ポイント、えー、票が減少したわけですよそれはですねまさにこの民衆党に移ったとこういうふうに見ればいいと思います、えー、民衆党の支持者はですね前回4年前はですねその多くが え蔡英文にえ投票しそして比例区ではですね民進党に入れてたと考えられます、まあ、そこから出たわけですから、まあ、民進党の票が減っても不思議はないそして先ほども言ったようにその緑陣営の中で諸派が出てきたのでいろいろ出てきたので民進党の支持者がですね、まあ、あの例えば若いグループがですね立ち上げた台湾基進党 そういうところにも少し活躍のチャンスを与えてやってもいいんじゃないかとこういうふうに思って表、えー、をですねそちらに分けたいというようなことをあの実際にあったわけですけれど。 えー、そのことを考えますとです、ね、これ民進党があの国民党と並んだからと比例区で並んだからといってです、ね、これ民進党なんかすごいピンチだとかです、ね、そういうことでは全然ない、えー、逆に全部こうやって足して見ていくとです、ね、やはり民進党は、えー、総統選挙になればこの緑陣営の票をそのままあの全部当てにすることができますから。 あの例えば小さい党がです、ね、次々にその総統候補を立てるとかってなれば民進党の票空っていう話になりますけどそう,そうはならないのであの基本的に大丈夫そして、えー、民進党にとって最悪の事態を想定すると今度ちょっと2024年の話に飛んでしまいますけれどその時の最悪の事態を想定するとです、ね、今緑陣営にいる時代力量がです、ね、これ今回8%取っています。 そそれがそのままです、ね、鉄とこう手を結んで,です、ね、第三勢力に行ったとするとどうなるかそうなるとです、ね、確かに緑陣営今度41%に減りますで第三勢力がです、ね、今度23%にですね増えるとということになるんですけれどその最悪を想定してもやはり緑陣営41基礎票あるんですよで国民党35で第3はですねさっき言ったようにやはりあの、えー、政権を こう一気にに狙うははでですすねねやはり距離がある23なんですよ、ね、だから最悪を想定してもこれぐらい民進党にとってやはり有利であるししかも時代力量がですね仮に、えー、カブンテスと手を結ぶと指導部が決めたとしてもですねおそらく支持者の半分ぐらいは納得しないでやはりあの民進党の総統候補を支持するとこういう動きになると思いますのでそうすると、えー、緑陣営やはりですね あの過半数を超える基礎票を持っているというふうに分析するのが今回の比例区の結果ということになります。まあ、ですのでこれらを踏まえますと選挙区でも現住民でも比例区でもですね基本的に4年後も民進党に有利な構造が今回確認されたということが言え,る言えます。 さてそれではですね選挙戦の流れを簡単に振り返りたいと思います。まあ一言で言いますとですね蔡英文の大逆転劇であったということが言えます。これはあのご存知の通り2018年11月のですね統一地方選挙で民進党、まあ、非常に手痛いですね大敗北を喫したわけです。まあ、これで国民党いけるという雰囲気になったんですけれど、まあ、結局あの結果論から言いますと地方選挙と 国政レベルの選挙である総統選挙、これやはりですね、えー、イシューが違うんですね、えー。地方選挙の場合にはですね、その身の回りの自分の身近な生活に関わる点、まあ、特に蔡英文が進めた、蔡政権が進めた各種の改革関連、そういう生活に関連するところでの批判、不満というのがですね、たくさん地方選挙で反映されたと。じゃあそのまま じゃあその地方選挙のイシューが総統選挙に持ち越されたのかというとですねやはりあの台湾の場合総統選挙というのはですね台湾の方向を決める台湾の在り方を決める非常に重要な4年に1回の重要な選挙ですここでですねやはり蔡英文が有利になったとこれについてはこの構造についてはこのあと次の次のスライドでお話し,します。簡単に流れを見ていたただきまますとと、ま、ず昨年の1月習近平演説があったと ここで習近平がですね一国二制度方式による統一でいくんだとそれ以外はないんだと、まあ、非常に強いですね統一の決意を語ったこれが習近平演説ですこれがやはり台湾の中でですね一種の緊張感警戒感というのを高めたというのがありますでそのちょうどそういう警戒感が広がったところで発生したのが香港での抗議活動だったわけですね そうするとまさに「一国二制度」が適用されている香港で香港の人たちが必死で訴えかけているこれ台湾の人たち当然ですねそれはあのものすごく影響が大きかったそれをですねあのテレビやネット動画でですね多くの人たちが見てこれはもしですね台湾が「一国二制度」を受け入れると大変なことになるとこういうふうに多くの人が直感した。 それがこの6月以降の出来事だったわけですねですから、えー、蔡英文がですね夏以降支持率が上昇してそして特に8月すべての民意調査で蔡英文がトップに立ちますでこの後はもう過分鉄もですねあるいは核体面も出馬を断念して蔡英文の独走体制へとこう入っていったわけです、まあ、そしてもうほぼ腹もなくてですね えー、逆に国民党の方の失策がですねいくつか相次いで、えー、波乱のない状態でゴ、えールインしたとで総統選挙、再英文がですねもう8月から、えー、独走状態になりましたので当初、えー、立法院選挙はですね民進党苦戦だったんですよ。というのは総統選挙やっぱり一番のハイポリティクスの一番上ですよね。 ですから、台湾の在り方がもうストレートにそこで戦われると、イシューがそこになる。しかし、立法院選挙というのは、これ、地方選挙と国政選挙のちょうど間をつなぐようなところがありまして、選挙区ですからね、あの人々の身近な生活に関連するイシューっていうのも、当然、有権者はです、ね、重視するわけですよ。ですから、そこではですね、民進党に対する批判の感覚が引きずっていたと。 という状態だったんですけれど、えー、総統選挙で蔡英文がリードを固めたことによって、次第にですね、えー、選挙区でも民進党が巻き返していったと。そして最終的にはどちらも、えー、民進党が勝利したというのがこの流れです。これをですね、今度国民党の方から見ると、えー、失策の連続の自滅劇ということになります。 まあ最初は優勢だったわけですけれどねあのそこで党内で誰が総統候補になるのかこの駆け引きがですね延々と繰り広げられるその中で高尾市長に当選したばかりの韓国有があの支持率で圧倒するとまあこういうその国民党の中の駆け引きがですねあって党の中もですね意見が分かれます。そしして予備選挙にですね出馬した各名が 韓国有に敗れたでその対面が不満を持つそして実はですね韓国有の足元の高尾市民もですね、えー、ついこの間の市長選挙で当選した就任してまだ半年も経っていない韓国有高尾市長がですね総統選挙に出馬かとじゃあ高尾市はどうなるんだと,ということでですね高尾市民の不満がこれ広がるわけですね。こ、まあ、こんなことがあって えー、韓国有、あのー、人気がですね下がっていったわけですそしてさらにはですね、あのー、先ほども触れた比例区なんですけれどねその、えー、番号付きの名簿、えー、拘束式の名簿なんでその一番から当選が決まっていくわけですけれどその名簿の上位にですねいわゆる国民党の中でも、えー、新中新共産党と 呼ばれる人物がです、ね、名簿の上位に来てしまうとこれはあの国民党の構造の、えー、構造的問題を反映しています、まあ、それが、えー、世論の反発を食うということで、えー、それがですね波及してですね、えー、立法院選挙う国民党がですね最初は、まあ、あの優勢であっただんだんと民進党に追い上げられたそして激戦区でですね逆転されたそして、えー、大敗へと、まあ、こういうことになったわけです。 でこの国民党の、えーまあ、自滅劇、蔡英文の逆転劇のです、ね、鍵を握るのがこの韓国優という人物で韓国優を支持したいわゆる韓ファンの特徴というのはです、ね、まず、イデオロギーとしては中華民国ナショナリズム非常に強力、強烈です。 そしてですね世界的にあの発生している用語を使いますとポピュリズムですよねその規制のエリートに対する反感というものをですねうまく煽って、えー、市場を伸ばすとでその中でも、えー、保守的な価値観それからあるいは国家の協調そういったものを、あのー、売り物にする右派ポピュリズム そういうあの海外でも見られるそういう動きと共通性を持っていますそしてですねその根幹にあるのは反民進党という非常に強力なですねあの感情ですよねで実はンファンというのはですねかなりたくさん人数はいます、まあ、あの小説あって100万人という説もありますけど私は200万人ぐらいいろいろな民調査とかを見るとですねこれぐらいの固定ファンがいるんじゃないかとで200万人というとですねものすごい数なんですよ で普通はこれだけ中核にですね、これだけの支持者がいる,いるともうその雰囲気が拡散してですねもう総統選挙当選かという勢いになるわけですけれどところがですねこのカンファンの特徴というのは、えー、非常に排他的なんですね。えー、それでなぜ排他的なのかでなぜそれが、えー、すごい熱心なもう本当にですね、えー、あのもう、えー、候補者へのですね 献金もするし、お金も出すしですね、それから集会があればですね、もう友達連れ添ってですね、あの集会にも出かけていくし、というすごい行動力があって熱心で、それらの人たちがいるのに広がっていかないのか。それはですね、この下のところにその鍵があります。このカンファンを盛り上げた韓国現象というものなんですけれど、この背景にあるものは何なのか。これはですね、この20年間、 台湾社会では台湾アイデンティティィがが広がっててもはや定着していますこの現状に対する疎外感焦燥感危機感を持った人たちがこのカンンファなんですよですからこの台湾アイデンティティが広がったですから多数派はですねもうこの台湾アイデンティティを持っているしその台湾アイデンティティでいいと思っているわけですよ。 でこれじゃあおかしいと思っている人たちが、えー、カンファンですからどうしても台湾社会の少数派ですよねしかもそれはおかしいと思っている焦燥感とか疎外感を持っているわけですからこれあの台湾アイデンティティはを当たり前だと思っている多数派とこれどうしてもあのうまく、えー、折り合いがつかないその中の、えー、少数派ということになってしまいます。 この少数派なんですけれど、えー、実はですねこれらの人たちこの中華民国ナショナリズムっていうこのイデオロギーが示すように、えー、自分たちこそですね台湾における中華民国体制の主流派自分たちこそが主流派だというこの強い意識を持っていますですから自分たちが少数派になったということをですねどうしても感情的に受け入れにくいそのことが、えー、このですね 韓国有ファンが排他的であるというその韓国に支持を投影することでですね排他的になるというこの構造を示しているということが言えます。ですから結局ですねこの韓ファンの性質というものが韓国有を盛り上げるあの市長選挙の時にはですねその200万人もいるわけですからこうすごい盛り上げることに成功したわけですけれど台湾全体で勝負する。 総統選挙ととなるとですねやはり数足らないわけですよ。えー、ということで沈んでいった、えー、逆にですねこのカン・ファンの考えているイデオロギーあるいはそのアイデンティティの捉え方に対する、えー、台湾社会の他の人たちの目は非常に厳しかったそれが蔡英文にですね票を集める結果となったこういうふうにこの経緯を見ていただければいいと思います。 これをですね図式したのがですねこちらの図なんです。えー、ちょっとですね簡単に解説しますと、えー、台湾のですねイデオロギーどうなっているのかこの裏の点線のところです、えー、奥の方というふうにちょっと見てください左側にですね台湾ナショナリズムというイデオロギーがあるで右側にですね中華民国ナショナリズムあるいはあの省略して言えば中国ナショナリズムというものがある。 で通常ですね台湾の政党政治はですねこの2つのナショナリズムに基づいた民進党と国民党の二大政党制というふうに理解されるので普通はですねこのナショナリズム2つの局がありますよということだけであの新聞記事などではですね紹介されますしかし実際にはですねその中間に台湾アイデンティティと呼ぶべきですねあの広い層が存在していますで数で言うとですね この台湾アイデンティティのところの層が一番数が多いんですよ。台湾ナショナリズムも、つまり独立派もですね、中華民国ナショナリズム、統一派も数ではですね、少数派なんです。で、この台湾アイデンティティというのはですね、えー、現状維持。そして中華民国とこう台湾をですね、融合させようという、こう、離島期以来のですね、考え方。大体その方向としては、そういう方向でいいと思っている人たちの存在です。 ですのでこれまでの総統選挙今回7回目ですけれど過去6回の総統選挙すべてがこの真ん中の台湾アイデンティティの票を取った候補が当選するとというふうに動いてきましたですからこれは台湾総統選挙の法則なんですで今回もやはりそうだったんですねではあの、えー、台湾アイデンティティ中間派と呼べばいいじゃないかと2つのナショナリズムの間にある中間派と呼べばいいじゃないですか なんで台湾アイデンティティという名前を付けるんですかということをよく聞かれたりもしますで中間派その性質はですね当たっているわけですよただし中間派というと皆さんですねあの、えー、アメリカの二大政党とかヨーロッパのですねあの左右の対立の中の中の中間派というものを思い浮かべると思うんですよねそうするとですねこのどちらのイデオロギーにも染まらない、まあ、あの白い、えー、無色透明の存在というのを思い浮かべるかもしれません しかしですねそれはあの台湾の場合には正しくないんですよ実はですねこの中間派の人たちはもうどっぷりと台湾という色がついちゃってるんですですからその台湾という用語をですねつけなければ言い表せないんです、えー、例えば台湾中間派とかですねそういうふうに言えば、あのー、実態に近いとでそのしかし台湾というのはですね比較的緩い捉え方です台湾をこうがっちりとですねあの定義してるのは台湾ナショナリズム独立派の方です でこの台湾アイデンティティの台湾というのはです、ね、あの緩やかに日頃人、人々がです、ね、台湾の人たちが何気なく使っている台湾というものですからただし、それやはりです、ね、台湾アイデンティティなんですよ。やはり中国と台湾は違う、まあ、そういった意味で,の,です、ね、あのアイデンティティはしっかり持っているでも広がっちゃってそれが当たり前のものになっているから、まあ、ある意味中間派がです、ねえー、そこに安住しているということになるわけです。 今回、韓国はですねあの先ほどの支持基盤のところでお話しした通り、えー、足場はです、ね、この中華民国ナショナリズム足場に、まあ、真ん中の票を取らないと票を伸びないですからねあのやろうとすると一方、蔡英文はですね現状維持を唱えてですね中間派の票をもがっちりと取ってしまうということで真ん中に出てくる、まあ、こういうその図式をですねこの図が示しています。で実ははこの図はですね 2016年あの国民党の候補最終的には首立倫になるんですけれど途中まで高州中という人物がですね国民党の候補だったんです高州中もやはりですねあの台湾の中では、まあ、親中派あるいは統一派というふうにですねあの言われていたわけですそうしますとこの図を使ってみますとですね韓国有全く同じなんですねですからこれあの国民党の候補2回続けてですね同じ ポジションを取っている。で、左部また、全く同じポジションを取って、ほぼ同じような表を得ている。まあ、これ、あの、2回続いてますので、これ、国民党、これ、どうやってですね、この構造を変えていくのか、これ非常に厳しい状況にあるということが、えー、ここからも分かると思います。さて、続いてですね、あの、えー、選挙区の現場をちょっとお話ししたいと思います。 今回、私、ですねあの、昨年の夏以降ですね、1月まで、えー、半年間にですね、6回、えー、台湾に訪問してですねあの、授業をやりながらですね、えー、現地調査ということで大変だったんですけれど、6回行ってですね、台湾の73選挙区のうちの22選挙区に行って、えー、40人のですね、民進党、えー、国民党、無所属合わせて40人の候補に面会しました。 行ったところはです、ね、こちらに書いたようにです、ね、台北市、新北市のような都市部から始まってです、ねえー、東部の儀兰県、花、え、蓮、ー、県まで行ってきました、えー、これはあの去年の半年だけの話でこれだけですので、えー、過去4年間とかです、ね、8年間とかってなるとかなりもう回ってますので多分もう50ぐらいの選挙区は多分行っていると思います。そそれで,です、ね、その選挙区へ行って 実際に戦っている現場で戦っている候補者それからですね選挙対策本部の選対本部の責任者いろんな立場の人たち選挙区の人たちに話を聞いてどんなことが見えてきたのかごく簡単にお話しますとですね地域から見えてくることいろいろ興味深いことがあります。例えば高尾はですね えー、地方選挙の時に韓国有が勝って民進党まさかの敗北を喫したわけですよだから今高尾どうなったのか思う方いらっしゃるかもしれませんこれはですね高尾、えー、選挙区8議席あるんですけれど全て民進党が取りましたですので選挙区から見ると民進党高尾で復活です、えー、で形の上表面的に見ると民進党が8議席全部取ったのでまた全面制覇になったと 見見えるるんですすけれど細かく見るとと、ね、ちょっとあのニュアンスがあります、えー、民進党が非常に強かった時の票の出かか,ったからすると今回確かに民進党全部あの議席取ったんですけれど、えー、もうちょっといきそうだと、えー、思われているのに例えば、ね、23%、えー、要するより少ないあるいはもうちょっと34%少ないあと一歩票ができらなかったというのが高尾の状況です。 これはですね、あの、おそらく、えー、選挙区の現場にはですね、民進党に対して、やはり、あの、今まで長期政権でしたから、えー、それに対する不満がですね、あの、一気にわっと吹き出したのが、まあ、だいぶ緩和されたとはいえ、少しまあ残っている、それをあの感じたということが言えます。まあ、それから、あの、民進党にとって非常にあの重要な、えー、支持基盤である、運輪とか、鍵、えー、下議 確かにですね議席を維持しましたしたかしやはりあの現場を見ると現場を歩くとですね民進党への不満というのはあのくすぶっていますそして台中とか商家はですね中部もともと揺れやすいと言われてたんですけれど今回もその揺れが発揮してですねあの逆に国民党の現職が破れるというようなあの状況も発生しましたで興味深いのはですね北部です、えー、まず桃園これはあの台湾政治に詳しい人でしたらですね 当園といえばもう国民党の鉄票区だというふうにあの条件反射的に思うわけですけれどこれですね当、えー、園には6議席あるんですけれど今回国民党は1つ取り戻して3対3になったんですそれでも3対3で現場を見るとですね国民党の鉄票と呼ばれていた当円の中にもその中にもさらに国民党の鉄票の、えー、地区があるわけですけれどそこがやはりですねあの 結構がガ来タガタてるっていうのをですね感じましたですから表面的には国民党さん民進党さんとなって分けた形になりますけれどそもそもその党園でですね分けたということ自体はもう国民党にとってはまずいわけですけれどその内部を見るとですねかなりあの厳しい状況になっているということが分かります。 そしてですね。新北はまあ前回とほぼ同じで、台北もあのー、国民党の支持基盤がですね。非常に強い。これはまさに権威主義体制時代からのですね。権力の基盤ですから、お膝元ですから、そうだったわけです。けれど、台北はですね。全部で8議席です。で、迷、ま、宮、あ、時代はですね。国民党が8議席全部取ってたんですよ。それがですね。今回、あのー、民進党、えー、無所属を含めて緑陣営4。 でででですすすから青と緑がですね、ね4。対4で分けちゃったんです、ね、これも、あのー、国民党にとってはですね、非常にあの足元がですね、弱まってきているということを如実に示す、えー、そして、民進党が議席の奪い方もですね、まず前回取った議席はもうがっちりと固めちゃったと。そして今回、また新たにですね、1個国民党の固い地盤と言われていたところですね、掘り崩した。 えー、そうするとですねあと1個2個国民党の堅い、えー、と言われたところもですね結構民進党に今回追い上げられているところもあるし、えー、台北市はですねもはや国民党の牙城と言われていたその面影がですね随分変わっちゃっているということが今回の選挙区の現場の状況です。えー、さてあの、えー、今回の台湾総統選挙の結果はですねあの香港の状況が 影響したとこれはあの私のです、ね、台湾研究をしているあの同じ研究仲間の東大の松田先生とかですねあの,他の研究者もあるいは評論家の方もそれからあの、えーえー、大手紙の,、ね、の毎日新聞、朝日新聞も、えー、共通で指摘しているあの重要な論点原因ということになります。 ではそれではですね、じゃあそれ、あの大きな構造としては分かると、じゃあその選挙区の現場ではどうだったのかということなんですけれど、私はですね、あの面会した候補者40人全員に、えー、あなたの選挙区で香港情勢があなたの選挙に影響しましたかということを聞きました、そうするとです、ね、ほとんどの候補者が影響ありと、えー、答えましたで、もちろん民進党の候補はです、ね、自分の選挙情勢のプラスになったと。 えー、いうふうふにあの答えたわけですただその影響の大きさはですねそれぞれその選挙区ごとに濃淡がありましたで影響がないと答えたのは1選挙区のみそれはあの可憐ン県というですね県全体で1選挙区なんですけれど、うんえー、東海岸の可憐県だけでそこの候補者の賞味金、えー、民進党の賞味金とそれから今回当選した無所属の福、えー、君地 えー、元県庁だった人でですすけれどね実力者です、えー、ここではですね2人ともが、えー、いや、カレン県は東部であのやはりこの台湾の,、えーまあその政治の主流からですね少し外れているので、えーまあ、影響がないと、えー、じゃあ、カレン県の人たち関心を持っているのは何ですかというとです、ね、いや交通問題だとということでそこは影響がないということでしたしかし他はもは全部影響あり。 で国民党の候補はですね影響はあると、まあ、認めるわけですけれど、えー、しかしというふうに話が続いてですねそれは蔡英文が捜査したからだとこういうことで蔡英文批判にこうつながる、えー、という点であの国民党候補はですね答え方が共通していましたで影響のですね大きさで言うと、えー、都市部の選挙区の方がこの影響の度合いがですね大きいというふうに感じました。で農村部の方はは影響はあると だけれどもそれほど大きいわけじゃないというような回答がですね、まあ、民進党の候補からも出ていましたそれから世代でいうとですね若者やはり非常に関心が高いとこれはもう民進党国民党共通していましたつまりやはり候補者というのはですね一番有権者と一番接しているわけですよ毎日もうたくさんの有権者といろんな話し合い選挙活動でですね接していろんな声を聞いているわけですからねその認識です。 やはり若者の方がが関心が高かったとで、えー、実際にですねじゃあ集会だとかその候補者が選挙活動をしている時に選挙民がですねあなたに対して香港のことを話題にしたり香港のことを質問したりするかそういうようなことはありましたかということをもう聞きましたそうするとですねこれあの回答はですねあるとないとに分かれました。つまりりやはり 有権者にとってですねあのやはり候補者と接する機会というのは大事なんですよですからそこで例えば地元のですねあのいろんなことを陳情すると、えー、やはり生活に密着していることをですね議員に訴えるそういうような場ですからねその選挙区から離れたですね本校のことを話題にするかどうか、えー、するとしたらやはりかなりよほどのことだということで聞いたわけですそうすると回答はやはり分かれていました ただ、えー、ないという場合にはです、ねえーまあ、じゃあどうしてあなたはじゃ、えー、有権者がです、ね、香港に関心を持っているとわかるんだというとこれはもう明らかだと、えー、もう多くの人がですね、その見てるスマホの見ている画面とかですね、新聞の画面もう香港でいっぱいだと、えー、あるいは有権者同士がですね、自分に直接言わなくても有権者同士で話しているよと,ということでその雰囲気はですね、もう間違いないということでした。 ですから選挙区の現場を歩いてみてもやはりですね香港の影響はですねあの一定程度濃淡はありますけれどね今回、やはり台湾ではですね広がった非常に重要な要因であったということが言えると思います。そしてさらに興味深いのはですねちょっとあの時間の関係で簡単にしか触れませんけれどこの選挙区から見た総統選の蔡英文と韓国有こういうテーマで見ると非常に面白いです。 先ほども言いました触れましたようにあの選挙区レベルでいうと投票の仕方は多様、ねえー、の人たちが自分の選挙区で投票するわけですけれど投票所に行ってです、ね、3票受け取るんですよそしてまず総統に1票入れてそれから次に立法院の選挙区の票を受け取って入れるとそして3番目に受け取って票を投じるのが比例区。 というふうふにですねねの票票を順番に投票していくわけです、ね、ですすからその投票する人たちにとってはですね総統候補誰に入れるそれからですね選挙区では誰に入れるこれ非常にあの重要な関心事項ということになりますでその選挙区ではですね蔡英文がもうずっとリードしているという状況になったんですねそうするとその選挙区でどういう現象が発生するかえ普通に考えるとですね総統候補に民進党の蔡英文に入れるのであれば 選挙区の候補もね民進党にま入れちゃおうかというふうになるのが比較的多い多くの有権者はそういうふうにするとしかしそうでない人もいるわけですねやはり総統は細務今回は細務にするけれどやはり選挙区のこのいろな利益のことを考えるとずっと長年やってくれている国民党のあの先生の方がいいとこういう考え方も当然あるわけです。そうするとです、ね、相当は韓国有だけど あごめんなさい総統は蔡英文だけど選挙区の候補は国民党というふうにです、ね、投票先の政党が分かれる分裂投票というのがです、ね、発生するで今回もいくつもそういう分裂投票が発生しましたしかしです、ね、あの韓国有というその支持層について先ほども特徴を触れましたけれどあの一定の票はあるわけですよ非常に強力な支持層を持ってますからねしかし広がりがない そうすると選挙区によってはですね、国民党の候補にとっては韓国有とあまり結びついてしまうとですね、票が伸びないそういう現象が発生するわけですねあの。あるいはうんと弱い候補の場合にはですね、もう韓国有と結びついちゃったら韓国有と結構近い票が取れるということになるわけですけれど当選を目指す候補の場合にはそれじゃダメなわけですよ。でそれを見ていくとですね一番下ののところにあありますけれど、今回、あの 地方派閥をバックにしているあるいは地方政治家族をバックにしている、えー、候補者で韓国憂と組んだ、えー、候補はですね結構苦戦して最後落選した候補もいいます一方ですねあの激戦を勝ち抜いた当選した候補は韓国憂とのつながりをですね、えー、強調しなかった、まあ、そういうような傾向がありましたこういうふうにこの現場を見るとですね結構面白いことが見えてきます。まあ、その 例えば、この、えー、社さんの社女性候補の社さんの場合ですけれど、えー、商家のですねこれかなり田舎の選挙区なんですけど農村地帯の選挙区、商家第三選挙区ですけれど民進党の現職に挑んだ新人なんですけれど、ね、あの韓国優とのツーショット写真並んでますけれど実は、ですねこれ選対、えー、本部のここ船体本部なんですけどここにしかこの看板ないんですよ。 街中の看板は全部あの社さん一人のですね看板を使ってるこういうふうにして「私は私」というのをアピールするそういう選挙戦をやったわけですねでこの人当選しました一方ですねこちら雲林県で激戦でえこの人のですね叔母にあたる人がですねえ一昨年のですの雲林県庁選挙では当選してるんですからこの「長」というですね あの政治家族にとっては有利な状況でスタートしてでしかも韓国有とです、ね、もうがっちり組むという選挙戦を展開したんですけれど、まあ、最後にこの韓国有と、まあ、この人の場合には選挙区全部もう、えー、1人のポスターもあるんですけれど基本的には韓国有と並ぶ選挙戦を展開したし、まあ、地元の人みんなこの雲林圏の長家というのはですね韓国有を推してるということを知ってますから。 えー、そうすると最後ですね、あのー、票が伸びきらなかったということがありますこちらはですね次桃園なんですけれど、えー、結局ですね国民党の女性候補マンさんはですね自分の、えー、アピール一方民進党の現職の方はですね蔡英文それから、えー、桃園市長の、えー、定文さんこの二、えー、人を両方に挟んで自分この民進党のチームということでですね、あのー、アピールすると 結局このマンさんの方がですねあの勝ちきったという状況ですさてそれではですねまとめたいと思います今回の選挙台湾の内政ではどういう意義を持っているのかこれは実はですね4年前の選挙結果選挙の評価意義とほぼ同じことになります基本的にはですね台湾アイデンティティの広がりに乗って4年前民進党が勝利しましたで今回それを 確認したということが言えます。そして民進党がですね。初めて立法院の過半数を制して、いわゆる完全失勢を達成したで、今回それをですね。もう1回あの実現したわけなので、民進党の完全失勢これで8年続くわけですよね。で、こうなりますと。とまあ、あの長く続いた国民党の一党優位体制全開で終わったんですけれど。 えー、そして民進党優位時代、まあ、前回4年前はですねそれ言うのちょっと早いかもしれないと思ってやけれど、まあ、そういったわけですけれど、えー、今回それが固められたでこの台湾アイデンティティの広がり例えばですね習近平演説に対して警戒感が広がったということを先ほど触れましたそれから香港に対して台湾の人たちがですね関心を持ったということを言いましたこれはですね結局は突き詰めていくと台湾アイデンティティが広がっているからこその 減少なんですよで、国民党のですねこの苦境というのはそもそもが国民党が台湾アイデンティティと相性が悪いまあこのことがですねあの根源にあるですからこれ国民党にとっては非常に厳しい構造になっているということが言えますそしてですねじゃ今回の選挙、えー、どう評価するのか、えー、振り返ってみますとですね蔡英文は選挙期間中一国二制度を明確に拒否し 香港のの若者への連帯を示しましまたそしてそれだけじゃなくてですね中国の政治体制と台湾の自由と民主を対比させる発言を繰り返しましたでその結果、えー、総統選挙史上最多の817万票という票を得たわけですよそして、えー、同時に行われた、えー、立法院選挙でも与党民進党が過半数を維持しましたで民進党はですねご存知の通り一つの中国を認めていない政党です でこれらをです、ね、合わせて解釈すると、えー、台湾総統選挙がです、ね、台湾の方向を決める台湾の在り方についての選択であるそういう選挙であるということを踏まえますと、えー、台湾の民意はです、ね、この選挙において、えー、習近平が進めようとしている統一を受け入れるつもりはないとつまり習近平の演説習近平が進めようとしている統一にノーという意思を 明確に内外に示したそういう選挙であったと、えー、まとめることができますまあ、最後にですねあのー、この先の政権の見通しを簡単に触れたいと思います再政権はですねあの内政中心に取り組んでいくと思います、えー、政権基盤はですねこれまでお話しした通り安定していますそれからですね 今回非常に厳しい選挙を蔡英文のお先頭に立ててですね民進党がまとまって戦って勝ち勝ちきったので党内における蔡英文の個人的な指導力というのも高まっています。これらを踏まえますとですね蔡政権これ安定の状態でスタートすることができたということが言えます。ただ台湾はですね有権者の要求が非常に基準が高いですから。 そして有権者もです,、ね、すぐにこの、えーまあ、秋っぽいといいますかです、ね、あの切り替えが早いので支持率はいずれ下がってくると思います、まあ、ですから、再政権いずれはです、ね、またあの政権運営に苦労すると思いますでそこで訪れるのがです、ね、また地方選挙なんですよね。ですからこれがあの蔡英文政権にとってはです、ね、ちょっと変数なんですけれどただやはり4年後の国政レベルの選挙ということを展望すると えー、基本的には民進党に有利な、えー、構造が今もできてるし有利な形で展開していくんじゃないかなとこういうことが展望として、えー、言えると思います。何しろ国民党がです、ね、やはり問題が深刻なんですよ。えー、地盤を取ってみてもです、ね、資金を取ってみても路線も、えー、つまり路線がどうにかならないと、えー、結局は総統選挙っていうのは台湾の在り方を問う選挙だ。 これはあの台湾の有権者がそう思ってるわけですからそこで何かちゃんとした有権者を納得させる路線が出せないとやっぱり駄目なんですよ。でなぜ国民党が路線をちゃんと出せないでいるかっていうと結局は中国共産党とのつながり提携関係にもなっちゃっているから、えー、中国共産党に対する配慮があるから 例えば習近平演説があってもですね、国民党はそれに対して明確な反応を示すことができませんでしたそして香港の抗議活動があれだけの抗議活動があっても国民党はやはり明確な態度を言えなかったんですだいぶ後になってですね、えー、香港の民主を求める香港の動きを支持するとそういうふうになったんですけれどそれだいぶ後、やはりもう有権者にはそれでは見透かされますよね北京が気になっていて言いたいことも言えないんだとこれでは難しいと。 一方、人材についてはです、ね、非常に民進党層が厚いのに比べると国民党層が薄いです。これは国民党の問題です。ただ、スポット的にです、ね、ちょうど、対、えー、中選出の後継信と台北市、蒋介石のひ孫、えーうん、に当たるので名前聞いてると思いますけれど蒋万、えー、安。 といいうのがいるのでこのがるででこ先すね例えば、後継審は今国民党主席選挙に立候補していますし昭和、えー、安はですね2年後の台北市長選挙に出てきて当選の可能性十分あると思います。えーまあ、その統一地方選挙ですよねあの最大の焦点はですねやはりあの台北市ということになります。 まここで先ほどちょっと可能性を触れましたけれど、時代力量のですね広告書とカ文ンが手を結んで、カ文ンが自分の後継者として時代力量の広告書を押すのかどうか、まそうなったときはですね、これ第三勢力弾みがつきます。まそういうふうにしてカ文ンとしてはですね、そういうふうにしてそれを踏み台に。 2024年の選挙に名乗りを上げたいということですけれど、これはまだまだ先ですし、変数が大きすぎますからね、多すぎますから、まだわかりません。ただ、国民党はですね、小・腕・案で、これはあの十分勝てる可能性あります、市長選挙となると、ですねこれ、まだまだ民進党はですね、単独での当選は難しい状況です。 で高尾市についてはです、ね、民進党が取り返す可能性十分あります。対、まあ、中も私は取り返す可能性大きいんじゃないかと見ています。そうしますとです、ね、国民党、台北市を取り返すんだけれども高尾と対中を失って民進党が取り返すとそうすると民進党がです、ね、6党のうちの4党をやはりこう握る状況になるので、まあ、統一地方選挙いろんなあの、えー、ガタガタが生じると思いますけれど 終わってみると民進党に有利な形でこの2024年選挙を迎えるんじゃないかなと思いますやはりですね国民党今言ったような構造的な問題を抱えていますそしてですね今あの新型肺炎でですね台湾も今すごいものすごい警戒感に包まれていますもし再政権がこの新型肺炎の浸透をですねうまく防いでですね落ち着くことができれば 台湾社会の潮流としてはです、ね、あの中国と距離を置いておいてよかったと民進党政権でよかったとそういうふうに思う人が多分多いそういう結果になると思います、えー、そうすると国民党非常に苦しいですよねこの中で中国との,このつながりをです、ね、アピールしていくこれ非常になかなかそれで多数を取るというのは難しいです一方、国民党はですねあごめんなさい民進党はですね蔡英文これで終わりです2期8年勤めて終わりです。 後継候補としてはですね今回副総統になった来清徳それからですね桃園市長の帝文さんそしてですねもう1人出てくるとすると対、えー、中市長を務、えー、めていて落選した林下流この辺りがですね考えられる候補者です。 私としてはですね、党園市長として国民党の鉄標区で、ですね、まず当選しただけでもすごいのに、そこでですね、民進党の支持基盤をですね、広げている低分散に対して党内の見方、これ、なかなかやるなと、やり手だなという見方が広がっているので、低分散、来政徳より若い一世代、下になりますけれど、低分散が出てくる可能性も十分あるなというふうに見ております。 そして最後にですね、習近平の対台湾政策結局ですね、習近平、えー、ハードパワーを使ってですね、台湾を抑え込んでそしてソフトパワーを使って台湾を取り込みをするといわゆる、えー、雨と無知といいますか北風と太陽みたいなことをですね、習近平は同時にやってるんですよ。ですからそもそもこれ同時にやってですね、効果が上がるのかと日本の学者はですね、疑問視してたんですけれどこう今振り返ってみるとですね 効果は上げていません、えー、そしてですね蔡英文政権登場後中国はですね対話を閉ざしていますでそれでうまくいっているのかというとですねやはりいってないわけですよ。で習近平のもともとの意図はですね今回の選挙で蔡政権を退陣させて一歩でも前に進めることだったわけですけれど結局失敗したわけですね。国対弁がですね習近平の対台湾政策は着実に成果を上げていると。 宣伝をしているわけですけれど今回の選挙結果2016年と合わせてですね連続して大敗したこの結果が、えー、物語っています短期的に見ると今米中対立の構造があって米中貿易戦争ですよねそして中東も不安定です中北朝鮮もですね不穏な情勢香港情勢もありますで今新型肺炎という緊急課題が加わってますよね。 この状況で習近平がすぐにです、ね、台湾に向けて大きな行動に出るという状況ではもうなくなったと思います、まあ、ですから中台関係はですね膠着状態が続いていくと思いますしかし中国共産党にはですね2021年共産党創設100周年そして22年にはですねこれ習近平の非常に重要な第20回党大会っていう 2つの大きな政治日程が控えているので私はですね何もしないでこのまま何もしないで台湾の状況を見ているということにはならないと思いますただしですね今、上に述べたような状況がありますので台湾海峡の危機は招かない状況の中で台湾を締め上げる行動、まあ、もっぱらですね中国の内側に向けて中国の国内 そして共産党の内側に向けての、えー、自分やってますよとそういうことを示すようなですね行動まあ、それはある程度大きな行動にもなるかもしれませんそういうことをやってくると思いますただそれでですね台湾の世論が変わるわけでもありませんそれはもう2つの選挙がはっきり示していますまあ、ですから習近平の対台湾政策はもう手詰まりであるとそしてですね北京は 台湾が何を求めているのかもう一回ですね改めて研究すべき時だと思います。ちょっと時間がなくなってきましたので最後あの日本中国台湾ここはですねちょっともう飛ばさせていただきます。まあ、日本としてもですねやはり台湾の海峡の安定これ非常に重要です。それに対してですね日本政府は曖昧ながらもですね原則を示して。 とにかく台湾問題の平和的解決それから現状の一方的変更には反対で軍事的緊張政治的対立は望まないということを繰り返し表明していますでこれはですねあのこれ自体大した何もやってることにはならないんじゃないかとそういうふうに批判する人はいますけれどこれを歴代の日本の政権が繰り返してきていることによって中国はですねあの台湾に仮に軍事侵攻を行うとしても まずは米軍が動くとそうすると日本は後方支援で動くとそして日本の世論もですねすごい厳しい中国に対する非常に厳しい世論が湧き起こるとこういうことを計算せざるを得ないですから中国にとってはですね台湾に対してことを起こすということのコストがものすごく大きくなるそういう状況を日本はこれまで目立たない形で作ってきたということが言えます。ですからら日本政府何もやってなないいととこはは私当た えー、これはですね国際政治の現実の中ではですね確かに弱い要素、弱い要素であるけれども決して無意味ではないとこういうふうに考えています。まああのえー、最後もまとめとなるとですね台湾の民意は中国による統一、一国二制度にノ、NO、ーということを、えー、はっきりと示したと。 で中台関係膠着ですからそして台,台湾に対する中国の圧力も続きますので台湾は我慢の時代これから我慢の時代となりますそして蔡政権にとっても道は険しいけれども習近平も手詰まりであると、えー、これがあの私の本日の講演の結論ということになります、まあ、最後にあの総統選挙につきましては私昨年の11月にですね あの本をえー刊行することができました。まここで、えー、台湾のですね総統選挙、一体どんなメカニズムに基づいて。 これまで選挙が重ねられてきたのか、それがいかに台湾の民主主義、そして台湾アイデンティティと深く結びついているのか、それを解説しておりますので、ぜひ手に取って読んでいただければ幸いです、そしてこの私の講演とか、あるいは本を読んでいただいて、多くの人がです、ね、日本の隣の民主主義、台湾というものにです、ね、関心を持っていただければ幸いであると。 というふうに考えております。本日はご清聴ありがとうございました。え小原先生、先生いつもあのいつも通り本当に詳しくあの分析をしていただきました。ちょっと次の方に移らせていただきますが、最初にちょっとあの司会の方からちょっと一問質問させていただきます。一つですね。あの先ほど説明の中で説明省かれたんだと思うんですけど、14ページ。 ここに先生が書いてらっしゃるあの、いわゆるくさびというところがございますね、これは何を意味されているのかというのをちょっと補足説明していただければと思うんですが、いかかがでしょうこれはです、ね、あの中間派の票を取らないと多数にならない、これはどっちの陣営も分かっているわけですよね。 で相手にこの中間派の票を取らせないこれ非常に重要になるわけですで例えば2012年馬英球が勝った時の選挙相手蔡英文なんですけれど、えー、その時くさびとして使ったのが92年コンセンサスだったんですねで2012年の段階ですとこの真ん中のですね、えー 中間派多数派の人たちは、まあ、92年コンセンサスもそうそう、まあ、いいんじゃないかとあれそんな悪くはないんじゃないかと思う人たちも、まあ、半分近くいたわけですよで。そこで蔡英文が92年コンセンサスはないと完全否定できてるわけですよね。そうするとそれをくさびにすることによって蔡英文が真ん中にこの票を取ろうと出てこようというところを抑えちゃうでそれがあの機能したというのが2012年の話ですで。2016年と今回は 今度は民進党の方がですね例えば、公衆中前回の公衆中それから今回の韓国へは親中派であるとあるいは統一派であるとそういうくさびをです、ね、ここに打ち込むわけですよ。で、この中間派の台湾アイデンティティの人たちはですね統一は嫌だと思ってるわけですよね。そうするともうそのくさびを乗り越えない限りは中間派の票を取れないんですよ。こういういいにしてですすねも,あのもののごい選挙の 戦い駆け引きそれがあのくさびという形でもう一つ、ちょっとあの今のあれなかったように米台関係についてちょっとお伺いしたいんですけれどもあの一部にはですねあのアメリカの方にもですねこの5月にもあのサイエブーさんをワシントンに招いてえ話をしていただこうというようなあのことをまあ言われる方もいらっしゃ いらっしゃるようなんですけど、まあ、あの、えー、サイムさんがそれに乗るかどうかということ、まあ、アメリカ実際にそういうふうに動けるかというと、まあ、そういうことを見せると、また9六年、95年ですかね、李登輝さんが訪米したときの、あの、台湾海峡危機のことを,を、また思い出すんですけれども、あの、そう,そういうような形ですね、今、あの全体としては2期目はもう少し内政に力を注ぐんじゃないかと、先生のお話だったんですけど、やっぱり米対関係とか、<laughs> あのあ米中関係が今、あまあ、あの対立が続いていることもありますのでそういう米対関係をきっかけとして新たな対話か海峡危機が起こる危険性はないかということは考えるんですけど先生はっい、えー、っとです、ね、今回の選挙で,アメ,リカです、ね、アメリカ政府は公式にはです、ね、全く言わなかったんですけれど、えー、蔡英文を支持しているというのはもう明らかだったんですね。えー、それは例えばです、ねあのー、昨年の8月にで の売却決定というのがありましたけれどもしです、ね、アメリカ政府が、えー、台湾の二大政党のです、ね、争いに介入していると見られたくないと思うのであればこの1月、選挙終わってからです、ね、発表してもあの全くいいわけですよ。それをあの、まあ、選挙にちょうどです、ね、うまく計算して選挙近すぎるとやはり選挙にです、ね、介入したと言われますからあのその4ヶ月前、5ヶ月前というところであの売却の決定を出すと。 ここういういとをあの,であの他にもまあいくつかありますけれどあの蔡英文を今回支持していたのは明らかなんですそれはですね、韓国有の,の立場というのがです、ねえー、当選したらどうするのかそうすると韓国有はです、ね、こう語っていたんです台湾はです、ねえー、アメリカ、日本、中国の間で遠距離外交で行くとで遠距離って聞くと日本からするとです、ね、あ悪くないんじゃないかと。 えー、この米中対立の中でですねこう台湾小国間に挟まれてるからこう,うまくこう、あのー、両方見ながらですねやっていこうということで悪くないと思う人がいるかもしれませんけれどこれ台湾ではですねこれはやっぱり大きな変更になるわけですよ。それはですね台湾は、えー、ご存知の通り第二次世界大戦後親、えー、米反共、えーまあ、ですから反中ですよね。 これがですね蒋介石がこの台湾をですねそういう政治・経済構造で築き上げたわけですでものすごい犠牲を払って蒋介石、小、え、渓、ー、国とこのその台湾における中華民国体制を維持してきたわけですよね。でそれをですねその後継者である韓国がですね、えー、米、日、中の間で遠距離だこれ結局はですね中国に近づくってことなんですよ。 アメリカも当然すすごい身構えますよねですからその非常に皮肉に聞こえるかもしれませんけれど介石がです、ね、ものすごい犠牲を払って台湾に打ち立てた親米反共の政治経済構造の継承者は今や蔡英文なんです。ですからアメリカはそれを支持するのはもう全く当たり前ということですよね当然です。で実はそ,のそれは台湾の人たちにもですねもう70年のこの蓄積ですから。 この台湾の多数派のの人たちはですね台湾のやっぱり在り方っていうのはやっぱりこのアメリカとアメリカの後ろ盾を得て何かすると生存していくと,ということがもう前提として染みついてますのでそれをですね 今回動かすのかということになると当然あの不安感とか出ますよねそれでやはり今回あの韓国円には支持がいかないで蔡英文にこの支持が集まったということでやはりあのアメリカの要素っていうのもですねあのあんまり表には見えにくいんですけれどあの底辺の底流の部分ではしっかりあるとでこれで蔡英文がですねじゃあこの2期目に入ってアメリカカードをですねバンバン使ってくるのかっていうと私はですね結構慎重に行くんじゃないかと。 あの見ていますあのもちろん蔡英文も得点が欲しいですからねただそれでなんかこの今政権安定しているのがですね中国の過剰な反対。 反応を招いてですねリアクションを招いてガタガタにするというのも得策じゃないと考えているそれからのトランプ政権もですね結構トランプ大統領はもう派手なあの言葉遣いとツイッター外交でですからねあの不安感を覚えている人も多いと思うんですけれど対台湾政策に関しては実は非常に堅実なんですよね。 例えば台湾旅行法というのを制定してもう交換の往来できますよと言っているんですけど実際にはですね低レベルの国務省の低レベルの官僚しか派遣していないんです。ですからねあの非常にそれから F16 の売却にあたっても非常に慎重なやり方から分かる通りあり実は中国の反応を見ながらですね 中国の激烈なあの、まあ、96年のようなですねああいう激烈な反応を招かないギリギリのところですね本当にこう半歩半歩ってこういってるわけですよ。ですから中国からすると非常にこれは腹立たしいと思いますね。あのまあ、たでですねじりじりとですね来られるような思いで見てるんじゃないかと。まあ、そうしますといいろろなジェスチャー はあると思うんですけれど一気にです、ね、その従来のアメリカが言っている1つの中国政策をです、ね、今、そこギリギリのところあの台湾になるべく有利な形で広げようとしているわけですよね、その延長であのこれからもそこはあのさらに拡大していくと思いますけれど一気に何か飛び越えてです、ね、あの中国とものすごく敵対的なあれに状況になるというふうには私はあの見ていないんです。ありがとうございました えそれではあの質問ありましたらお指名しますからあの近くのマイクを使ってえちょっと後ろの女性の方から。 小川先生ありがとうございました。読売新聞の伊川氏と申します。あの、蔡英文政権はあの選挙中に反新党法というのをあの制定と可決させてましたけれども、今回の選挙で。 一体どれぐらいその中国側の,の工作というかです、ね、ものがあったというふうに先生はご覧になっているのか、まあ、実際にあったとしても世論を動かすのは難しかったと思うんですけれども今回の選挙あるいはあのあの1年ちょっと前の,その韓国有ブームそのものがその中国の,その工作の要素があったのではないかという指摘がありますけれどもそのあたりどういうふうに分析されているでしょうか。 はいえっとですねあのご指摘の通り、えー、2年前の地方選挙の時にはですねこれ中国の影響じゃないかと、えー、思われる出来事が、ですねこれ、いくつもあったんですね。じゃあその証拠を出してみろと言われるとこれ、なかなか難しいんですけれどやはり情報の出どころがです、ね、あの不自然な形であのネットにいろいろな、えーまあ、細務の打撃になるような。 あるいはですね日台関係の打撃になるような情報とかもですねあの広がったりしていてそれがあの韓国軍には有利な形であの展開したという状況がありました。まあ、ですからあのブームを起こしたのはですねやはりあの基本的に台湾の中の民進党に対する反発があってそれから蔡英文の改革 えー、路とがです、ねあのまあ、咎められたということで対台湾の中にあるんですけれどあのそれをこう,うまく外側からです、ねまあ煽り立てるような形で中国の影響力をやはりしてたと思うんですねでそれに対してあの、まあ、蔡英文政権もです、ね、対応の必要に迫られたし、まあ、ですからあの今回いろいろなそういうフェイクニュースとか情報操作みたいなのが出た時にあの政権全体の反応が非常に早かったんです。 2年前ですと、ね、もうだいぶ遅れて23日たって予約やく反論できたとかです、ね、いう状況でしたけど今回、そういうニュースがネット上に出回ったらです、ね、もう23時間後ぐらいにもう反論できているので多くの人の手元にです、ね、あのニュースが届くときにはその政府側の、えー、それが違いますよという打ち消しの情報と一緒に届くような状況に持っていくことが体制を取ることができたこれはあの非常に大きかったと思います。であのやはり台湾社会もです、ね、その えまあ依然としてあの台湾社会どうしても昔から噂にですねあの惑わされやすい影響されやすいそういう社会だったのでフェイクニュースっていうのは実はですねあの決して新しいことじゃなくて台湾社会ではこうもう昔からずっとそういうのがあったってことなんですけれどそれに対してあのこ,れこ,れこれではですね台湾社会が揺らいでると結局台湾の自立も維持できなくなるっていうそういうような危機感っていうのがあの。 2年前のの選挙の後、結構広がったんですね。それが点端的に示す言葉がですね亡国間という国がなくなるっていう亡国間というその若者の間で広がった用語ですけれどそういう形で広がっているので台湾社会の方でも一定程度いろいろな外部からの影響に対する警戒心というのはですね持ったと思います。 であの興味深いのはですね2年前の統一地方選挙の時民進党大敗しましたよね、その時台湾メディアはですね民進党に非常に批判的な論調がもう圧倒的に多かったんですよ。ですからね、その時はですね、民進党の人たちはです、ね、あもう台湾メディアひどいともう9割方はですね国民統計になってそのうちのかなりの部分は中国資本が入っているとっていうことを言ってたんですけれどね今回の選挙ではですね去年あの、韓国有陣営の人は何て言ったかというとですね台湾メディアはひどいと。 9割方がですね反韓国系だと <laughs> というふうにもうつまりもう自分のにまあもうあの意図と反するような論調が出ちゃうとですねあのすぐそれがあの相手勢力のなんかこの買収のおかげだとかですねなんとかっていうことになりがちなんですけれどまあ、それは結局台湾の 社会の,です、ね、あの価値観がどういうふうにこう動いているのかの反映でもあるのであの台湾のメディア、問題あのいっぱいありありであの外部からの影響力にやはりこう取り込まれやすいんですけれど、まあ、今、いろんなせめぎ合いがです、ね、あの台湾社会の中で続けられているのかなとそういういうに思います。 個人会員の川北です蔡英文が、まあ、現状維持を唱えているというのはまあそうなんでしょうが、まあ、そらく、ね、本心としてはまあ独立を志向しているというふうに言われていますよねでおそらく現状維持というのは、まあ、中国との力関係などをまあ考慮して、まあ、戦略的にまあその辺を曖昧にしているのではないかなという気はしますが。えー その蔡英文の今回の任期途中にです、ね、独立志向をかなりあらわにするような可能性はあるんでしょうか、はい、それともう1つは、ね、台湾が独立するということは一体何を意味するんでしょうか、これはあの私、必ずね、中台関係について話される方に毎回この質問問しているんですよ。というのは、台湾はすでに独立していると私は考えているわけですね。というのは、台湾は主権がある。 つまり北京,北京の政府に対して全く独立しているわけですよね。それからあの台湾本島及びその周辺の島という領土もある、それから国民もいる、つまり国家の3要素をすべて満たしているわけですね。えー、満たしている主権国家、独立国家がさらに独立するというのは何を意味するんでしょうか。まあ、例えばですね、中華民国という国王、まあ、これを台湾民国とかですね、台湾共和国というふうに。 変えるというのは一つのの、まあ、かもしれませんねというのはあの台湾あ中華民国という国語はこれは台湾にとってはおそらく一つの中国を前提とした国語ですよね。もちろんその中華人民共和国が言う一つの中国とは、まあ、微妙にというか明確に異なるのかもしれませんがいず、まあ、よですね台湾が独立するということは何を意味しているのかあるいは蔡英文が任期中に独立を、えー、明確にすることがあるのかどうか。 現状維持というとなんか日本語で現状維持と聞くとなんか消極的なうまくこうやれないからです、ね、そ,のそこにこう、えー、なんか逃げ込むというかです、ね、あの消極的な印象を得るんですけれど台湾で言っている現状維持というのはです、ねえー、民主化して台湾化した中華民国を維持するこれが現状維持なんですよ。これというのはすごく大変なことなんですよね。中国はこれをダメだと言ってるわけですから ですから蔡英文が語っている現状維持その消極的な意味で捉えるのは私はです、ね、あの違うと思うんですね。で実際に蔡英文第1期ではですねもう親南高政策っていうのを打ち出していてですねこれはあの、えー、その貿易の相手をです、ね、中国から東南アジアに転換するという。 狭いい意味で捉えられている、えー、あるいはそういう日本ではそういう報道とかも多いんですけれど目指しているところはですねもっと大きくってやはりあのアジア太平洋の中における台湾というですねあのそういうあの自分のポジショニングなんですね。これで大体お分かりになっていただけると思いますけれどその中国を刺激することをできるだけ避けながらしかし実質的にですね台湾の基盤を 台湾にある中華民国とといいいううものの基盤を、えー、築いていこうとそれが蔡、まあ、英文ですから、ね、それを考えるとその任期中にですね突然あの、えー、独立宣言ということはやる必要ないですからねそもそもこれについてはもう民進党の考え方は基本としては、えー、もう台湾は中華民国というです、ね、この国の名前で独立した存在ですご指摘のとおりです独立した存在ですから、えー、わざわざ独立宣言をする必要はないと。 であの台湾共和国というふうに変えるとかですねあるいは台湾共和国憲法を制定するとこれはあの、えー、独立派がですねずっと主張していることなんですけれどあのそれをやったとしてもですねで台湾の中かそういうふうにじゃあ台湾共和国になりましたとしかしですね日米も国際社会も全く認めませんよとなると今と同じなんですよ。 それで中国からですねあの、えー、武力介入を招くリスクを拡大するだけだということになるのでこれはあの台湾の中でもですね、これについてはあの私は多数の支持は得られないとですから独立派はこれまでのですね、やっぱり信念あのずっとありますのでその思い入れというのは非常に強いですけれどこれはあの今回ですね選挙の過程でも見られた通り独立派実は蔡英文に不満なんですよ。 だから実は蔡英文をですね、去年は引き下ろそうとしたんですよね。蔡英文を引きずり下ろして、来世徳に変えようとしたしかし、これはもう全く民進党の中でもですね、支持を得られなかったでそして最後に不満な人たちがですね、一辺一国党とかですね、気楽党、えー、グループというのを作って選挙も出たんですけど全くのも票、えー、も得られないですよですから、この結果からしてもですね、基本的に蔡英文の路線が、まあ、もう支持を得ていて、まあ、独立は 小裸にですねこれからも細分批判すると思いますけれど、あんまり動かないんじゃないかなと思います。先生どうもありがとうございました。あの日本経済新聞の川瀬と申します。ただ大きく二つありまして、あの一つは二千二十四年のですね次のあの総統選挙について。 あのもう少し詳しし詳くお尋ねしたいとあのその第三勢力に対する評価についてです、ね、まだあのそこまでの力を持っていないんじゃないかというところがありましたが あのもう少しあの実際にです、ね、徐々に選挙サイクルといいますか政治のサイクルがだいぶ台湾で早まっているように思いますので、例えばこの4年の間に、まあ、当然あの、今から読めない要素もあると思いますけれども、本当にそのような形でですね第三勢力をそのように切って捨てるといいますかあの、低く見積もっていいのかということと、あと国民党そのものの変化ですね、さすがにここ2回のですね大敗を通じて、先生も少しお話ありましたけれども、新しい勢力も芽吹いて、中に少しはいまして、ですね党が大きく変わると。 いいう可能性があるんではないかないのなかそこをもう少し詳しくお聞きしたいのが1点、はい、1> でもう一つがあの中国とこれそもそもですね一国二制となるものは台湾でそもそも,もうマーケットが存在しなくて誰もそんなものはあのあの思ってもいなかったのにわざわざあの習近平がですねあの去年の正月演説,の演説で言った先生からご覧台湾ご研究になっている先生からご覧になってなぜ、うん、にそのような。 あ,のある種、台湾の側から見ると突拍子もないです、ね、あのことがそれで出てくるのか、まあ、中国のサイトから見れば、まあ、当たり前のことを言っているのかもしれませんが台湾側から見るともう何を言っているのかという,ようなお話だと思うんですけどもあ,とあの中国が実施しているあの国家承認をです、ね、台湾から引っぺかす政策をどんどんやってますけども果たしてこれもです、ね、どれだけ効果が台湾の側から見てあるのかとそもそもあの、まあ、バチカン取られたらどうか分かりませんが あのそもそもそんなの腐敗した国にです、ね、あの国家予算をつぎ込んでそんなしょうもないことするのやめろというのが台湾の若い人の多くの意見かと思いますので別にやりたいんだったらどうぞとそれをなんかある意味必死になって中国がやっている姿というのがです、ね、あのまあどれだけこう意味があるのかで実際、考え直すにしても中国側が一体何ができるのかと今の中国共産党の体制から考えてです、ね、あの脅したりですか、ね、したりでする、ね、以外に何かあの考えられることはあるのかと。 よろししくお願いしますすはいいありがとうございます、えっと、まず第三勢力についてですけれど私あの私、24年の総統選挙について、いきなりそこでですね政権獲得に行くのは難しいと言っているのであって、あの伸びてくるのは確実です。 特にですねあの地方選挙の時にあの議会の選挙はですね中選挙区制なんですよ。ですからあの新しい3番目の政党にとっては議席取るチャンス十分あるので、まあ、実際、あの前回は時代力量がそうやって地方であの議員何人か当選させましたですからあの第三勢力ですねそのでそれからあの台北市長選挙とかそれからの、えー 個別なな話になりますけど新築市長選挙とかですね、第三勢力がちょっっとと基盤を持っているるころあるんですよそうすると結構それであの話題の中心になりますからね、この2022っていうところのあたりでは、あのやはり国民党でも民進党でもない新しい勢力に対する期待っていうのも高まるし、話題も高まるし、なんかこう、台湾政治が変わるんじゃないかなっていう雰囲気、出るんじゃないかと思うんです。 ただ、それが私がさっきから言っているのは24年の総統選挙になるとやはりあの今回みたいにです、ね、あの台湾の在り方ということになるとつまりこの第三勢力は台湾の在り方例えば、株鉄はですは、ね、台湾の在り方についてまだはっきり語っていないんですよ。 この状態ではです、ね、やはりあの、えー、選挙総統選挙で,です、ね、勝ち抜くのは難しいあのもちろん立候補してです、ね、一定の票は取ると思いますけれどという意味であの第三勢力がいきなり政権を取るのは難しいだろうとこういう意味で語っていますで国民党がです、ね、これ2回続けて負けてこれ路線変えないのかと,、えー、ということなんですけれどあの今ちょうど党主席の 補欠選挙がです、ね、行われているところであるいは一時的にです、ねあのえー、やっぱり台湾を重視しなければもうだめなんだというこれ今国民党も含めてです、ね、台湾社会の中の一つの潮流になっていると思うんですけれどあのそういう意味では国民党が、えー、路線を調整する可能性はあると思います。 ただ私はですね、それ結局短期的なものになって、やはりまた時間が経てばですね、あの中国共産党との提携に戻ると見ています。それはどうしてかというと、この国民党のこの中国共産党との典型あの提携路線っていうのは、今急になったんじゃなくて、2005年から、え2005年のですね、連戦胡錦濤会談の時から、え2015年のバイエキ習近平会談までの10年間かけて、中国共産党が 国民党をやっと取り込んだんですよ。その結果が、えー、国民党が共産党と連携するっていうですね、この今の今日のポジショニングなんですよね。 そうすると共産党からするとです、ね、やっと台湾の二大政党の一角に足がかりをついにです、ね、台湾新党工作のです、ね、大きな足がかりを得たのをこれみミスミスすみ、ね、す手放すとは私はちょっと思えないということからあの国民党路線で揺れるかもしれませんけれどこの先あの台湾にがっちりとです、ね、寄り添う政党にというのは難しいんじゃないかと見ています。 そしてあの3番目にです、ね、あの中国、なんで習近平は一国二制度台湾ではです、ね、全然支持がない一国二制度を言ってくるのかということなんですけれどこれはです、ね、あの確かに習近平が大きな演説で言ったのは去年ということになりますけれど私らのようにも、えー、日頃からです、ね、中国の対台,台湾政策を細かく見ているものからするとやはり習近平あの、登場した時からです、ね、一国二制度を強調するようになっているんですよ。 これは胡錦濤時代との違い非常に重要な違いで胡錦濤の時代はですねところがですね胡錦濤は台湾向けの演説をする時、えー、わざわざ「一国二制度」とは言わないようにしてたんですよ。まあ、これよよく知ってるからですよねそれを言うと台湾の人たちが反発してかえって統一の機運が遠のくからとそれを言わないで、えー、交流を深めることによって、えー、両岸関係の平和的発展 これでまずは行くんだところが習近平はそれでは胡錦涛時代を振り返った胡錦涛時代の10年を振り返ってみたら統一は一歩も進んでないじゃないかとこれが習近平の問題意識なわけですよ。でこれではダメだということで胡錦涛みたいにです、ね、台湾の世論におもねて言うべきことを言わないのはダメだということで、えー、正面から一国二制度を突きつけると,というふうに切り替えたのが習近平です。 その延長線上に昨年ですねついに習近平政権発足以来初めて台湾に対してあの総合的な包括的な対台湾政策を発表したわけですけどそこでメインの中核にですね異国に制度を入れたですからあの、えー、中国の対台湾政策を観察している私ら学者からすると全然あの驚きはないあやっぱりこういうふうに来たかと。それは結局、えー、習近平指導部が 台湾の民意というものをです、ね、あの重視していないからなんですね。自分たちはもう大国だと。そして自分たちの政権というのは権力というのはものすごい強い。それから台湾や香港の民意がですね、何だかんだ、そういうことをもう気にする必要がないというのが基本的には習近平指導部の発想だろうとこういうふうに見ています。それじゃあ時間がかなり過ぎましたので、今日はここで終わらせていただきたいと思います。小笠原先生からは あの、まあ、九十六年の総統選から、まあ、二十四年というか、まあ、ちょうど四半世紀ということで。台湾の民主主義が固まってきているということで、こういうことを書いていただきました。あの、先生に、あの、記者クラブの方から記念品を贈呈していただきます。もう一度、あの、先生に拍手で、お、願いします,ます。どうも。ありがとうございます。